松田学です。令和4年今年は一体どういう年になるのかということで、まあ、新春対談ということでですね、丸谷はじめさんにですね、今回お越しいただいて、前回はリスク管理の観点からいろいろ議論していただきましたが、今回はこの米中対立という構造っていうのが一体どういうものなんであるかと、この必ずしも表から見える風景だけじゃないんじゃないかという、まあ、その観点も含めていろいろお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、丸谷さんが見ている、まあ、今の米中関係、はいはい、どういうふうにご覧になってますか？はい、私自身、まあ、メディアですごくその取り上げられてて、はい、で、まあ、保守系メディアでも米中対立がすごいんだと、はい、で、まあ、保守のみならず当然左派もそうなんですけども、はい、で、確かにその台湾有事というのは、はい、今年多分、こちら来年、まあ、あるかもしれないというふうには当然思ってますし、うん、まあ、米軍の関係者なんかはその7年以内に侵攻があるだろうと言ってますし、はいはい、で、まあ、当然、それになれば当然日本有事であることは間違いないんですが、ね、うん、ただですね、だからといって、米中対立とそのものをですね、はい、額面通りに本当に対立してるんだと受け取っていいのかどうかっていうのは、ちょっと距離を置いて考えるべきだなというふうには思ってます。ああ、そうですか。はい。なんか、あれですね、アメリカは次々と、対中 法案をですね、繰り出してきてですね、で、まあ、台湾についてはもう中国も非常にですね、アメリカはこう、ますますこう対立関係が、はい、如実になっているように見えますけれども、はい、そうでも。私はですね、結構その法案の中身とか見てみますと、例えばこれ筑波大学の名誉教授の遠藤先生もおっしゃってますけれども、はい、例えば去年6月ですかに通ったその、はい、まあ、バイデン大統領によるですね、中国の59円の企業への、その投資禁止令みたいなのがありましたが、はいはいはい、よくよく調べてみると、はい、まあ、遠藤先生が調べになられて、はい、56社はですね、すでにもう禁止リストになってたもので、例えばもうトランプ政権から、はいはい、実際に残りは3社、実質3社、しかも3社は中国の国営とかなんかの企業なので、はいはい、そもそも中国政府が外国からの投資を受け入れないとしているものなので、そのなんか59社に対して投資禁止って言うと、はい、わーと思うんですけども、はいはい、実際中身は骨抜きみたいなことがあってですね、でそういうのを見てみると、やっぱりそういうパフォーマンスとか、うん、あとメディアによる伝え方でも、これやってるんだみたいな、その煙に巻くようなことって結構あるなというふうに思っています。なので、一方で、一方で、台湾、ちょっと今日ここで、まあ、ちょっと申し上げるべきだなと思ってたのが、はい、バイデン政権によるその台湾包囲網っていうのも実はあると思ってまして、はいはい、台湾包囲網ですね、例えばですね、バイデンさんの息子が、はい、中国の企業からいろんなものをもらっている。ハンター・バイデンですね、はい。いろいろあって、なんでそれ未だに、今になって誰も言わなくなっちゃったのか不思議なんですけども、ね、はい。実はその、中米のですね、そのユカタン半島の端っこに、グアテマラの隣にベリーズっていう小さな、はい、国がありますよね、はい。で、非常に美しい自然の、まあ、にある国なんですけど、そこになんかこの去年ですね、の終わりに、新しいアメリカの大使が赴任するということになりまして、はい、で、それを誰だろうというふうに見てみたら、その元フィギュアスケートのアメリカ代表のですね、はい、で元世界女王のだったですね、はい、ミシェル・クワンっていう中国系の、はい、アメリカ人女性ですね、この方が大使になって、はい、まあ、行くと、ね、彼女はすごくトランプに対して文句言って大嫌いという人なんですけども、この人実はですね、中国共産党の中央統一戦線工作部のですね、はいはい、影響下にある100人会というところのなんかメンバーなんです。で、なんでこんな小さな国に、じゃあその中国共産党の統一戦線工作部が関わってる、人間がアメリカの政府の高官として、行くんだろうということで、ちょっと調べましたら、実はこの、ベリーズっていう国ですね、世界でもほとんど少なくなってしまった、台湾を国家として認めている国の一つなんですね。ということは、そういうところに中国共産党とかなり太いパイプを持った人が、バイデン政権、つまり左派バイデン政権の代表として行ってですね、台湾をもう認めている国に対してそれと送り込むっていうのは、非常に恣意的なものがあるなと私は思ってまして、そうやって結局中国を助けていることになるじゃないと、中国、台湾を国際社会から孤立させるですね。いわゆる間接的な、いわゆるその、まあ、圧力って言いますか、オペレーションというか。で、ミシェル・クワンって人はすごい美人で、まあ、アイドル並みの人気を誇った人ですし、かつて、まだ41人だと思いますけども、そういう影響力のある人を送り込んだら、当然そのちっちゃな国だってみんな、美人のその有名人が来たとわーってなっちゃうわけですね。世論がコロって変わるとかですね。そういうことを、まあ、祈祷してんじゃないかな、なんてちょっと私は思いましてですね。で、そういうのを一つ一つ見てみると、我々がそのメディアで聞いてるようなことと、実態で実は全然違うんじゃないかなというふうには思ってます。そうですか。はい、
あとある方からさっき伺った話ですけどもね、アメリカの議会は相当中国に対して強硬だという状況があるので、はいはい、まあ、バイデンさんだってそれを無視するわけにいかないような感じがしますが、それはどう？そうですね。議会は、議会でやっぱり割れると思うのでですね、ただ今結構バイデンさんがやりたいほどやってるっていうのがあって、で、バイデンさんご自身の意思というよりは、はい、その後ろにいる人たちの意思というのがありますし、で、やっぱりアメリカの議会って言っても強硬は強硬、本当に強硬な人と、強硬なパフォーマンスをしている人と、いろいろおりますし、後ろでどんだけの金がどこから流れてるかってところを見ないとですね、表面的に強硬だけっていうと、まあ確かにそう見えますし、そういうところもありますけども、すべてがすべてそうじゃないかもしれないと。なので、あまりそれに、米議会はまともだというふうな前提で話していると、ちょっと後で裏切られたとか、あれよあれよみたいなことになり得ないかなという、まあちょっとリスク管理的な観点からどうしても考えてしまうんですけども、で、結局米中、私はなんで米中対立がトータルみたいにはなり得ないと、むしろどっかまあ、語弊を恐れずに言えばプロレス的なところがあるのかなというふうに思うのがですね、パフォーマンス的なところ多いなと思っているのが、やはりさっき言いましたような例もありますけども、結局局地的な極東戦争みたいな台湾有事みたいなのが起こる可能性は十分あると思ってます。思ってますけども、で、そしてその最初のターゲットは当然台湾ですし、それが起これば日本も当然巻き込まれてしまうと。はいはい、で、北朝鮮どう動くかわかりませんけども、はい、とにかく台湾を捉えてしまうかもしれないということになっていると、うんうんうん。で、そうなった時に、結果として日本が中国の影響下に入っていくだろうというのはですね、実はもう前から言われている話で、で、もしかしたらそれがですね、中国とかアメリカを、まあ、牛耳ってると言いますか、後ろからかなり影響力を与えている、まあ、グローバリストみたいな、うん、ものが望んでるところなんじゃないかなって思うところがありまして、もう25年近く前なんですけど、私大学におりましたときに、はい、20年ぐらい前ですかね、まあ、担当教官にですね、はい、日本は30年以内にか、に、中国の影響下に入ると、で、必ず入るんだってことを言われてたんですね。で、それはショック受けたことがあったんですけども、ね、なんとなくなんかそういう方向に向かおうとしていると。で、やっぱりかといって中国は資源とか食料とかほとんど外に依存しているので、はい、アメリカとトータルウォーやったら絶対経済封鎖されて終わりなんですよね。一方で、じゃあアメリカもじゃあ強いかというと、中国に国債を全部ほとんど持たれているので、はい、売られたら終わりということなので、両方、米中戦争トータルウォーをやってみてですね、政治的経済的メリットなんか一つもないというふうに私はまあ思ってます。なるほどね。お互いにこう弱みを握り合ってるっていう感じがあるわけですね。はい。ああ、なるほど。でも今のお話、ちょっとショックな話ですね。日本は中国の影響下に入っていくと。はい。30年前からそういう。言われてましたね。私は当時びっくりして、何を言ってんだこの戦争はと思ったんですね。で、ところがその後見ると、だんだん、私当時大学の時に書いた論文が、中国海軍のその海洋進出について書いたんですね。はいはい、したら当時は笑われたんです、ほとんど。そんなわけないだろうとか、うん、もうバカじゃないのかって散々言われたんですけども、うん、でも絶対にその94年かなんかに中国を2回目かなんか行った時に、はい、日本は20年で抜かされると思ったんですね。で、その時も笑われましたし、うん、何ですか、その論文書いた時も笑われましたけど、その先生だけが、うん、いや、それは間違ってないと。で、あ、そうなんだと思ったら、うん、だって日本は30年後に中国の影響下に入るからと。うん、それはもう、もうこれはしょうがないんだと。うん、日本は人口も減っていくし、少子化していくし、それで、まあ悪くない国になるんだみたいなことを言われてですね、当時私はもう、かなりカチンときたというのがありました。なるほどね。はい、ただ、あれですね、中国がそこまでの存在になるっていうことは、多くのね、日本人も予想してなかったのは、はい、そうです。今も、情報技術の面でアメリカを凌駕するっていう、はい、そんな状況になってきたし、はい、今までは日本の方が技術的に優位だと思っていたら、もう最近全然そうでもなくなってきたと。はい。そういうのありますよね。そうですね。そもそも技術の流出もそうなんですけど、結構アメリカそのものが、なんでしょう、もう、特にアメリカ民主党政権と中国共産党で昔から仲良くてですね、もう第二次世界大戦の時から対日戦争でずっと協力してたと。で、例えばルーズベルトって日本と戦うために、例えば中国の河北地域にですね、いる、まあ、パーロー軍ですね、八路軍で中国共産党軍に対してなんとか武装化をさせようということでずっとやってたと。で、まあ、それに対して陸軍省は共産ゲリラなんてボロボロで武器もほとんどないし、
タイにならないって言ったんですけど、もうルーズベルトが押しまくってですね、それでその1944年に、米国陸軍延安視察団っていうのを作って、これディクシーミッションって言いますよね。あれを送って、まあ実際送り込んで、あれがあの関係でかなりいろんな、まあそのアメリカの、例えば CIA の前身の OSS なんかによるですね、その武器提供とかそういったもの、武装化っていうのをかなりやらせて、で、蒋介石にもそれを飲ませようとしてですね、で、やってきたと。で、その中で、その、当然、その日系人の兵士もいましたし、あと、現地の当時、日本共産党の、率いてたの、野坂三蔵もいましたし、で、野坂三蔵なんて、アメリカ軍の対日戦部隊のアドバイザーやってましたから、で、そういうつながりって実はあるんですよね。だから、そういうのを見ると、実はそのアメリカ、中国とかって、もうその後もキッシンジャーって、71年のシュオンライトの対談の時に、日本のことをどこ料理言ってくれましたし、日本が強くなったら、これを、米中両国が伝統的な関係で封じ込めなきゃいけないみたいなことを言ってましたし、で、なおかつ、中国人民解放軍のことを近代化させたのはですね、まさにその80年代レーガン政権の時に、もうかなりやってるわけですよね、そういうのですね。で、そういうのを見ると、実は、我々が普段メディアとかで聞いてるような話と、全然違う、もう一枚裏の世界があってですね。で、それを我々が知ってて対応するのと、知らないと本当に何かあった時、例えば尖閣とか何かあった時、アメリカが必ず来てくれるんだと、日本人が期待するほどですね、実は来てくれない可能、まあ、一応パフォーマンスはするでしょうけども、来てくれない可能性があると。なので、台湾有事っていうのは実はそういった、その、最終的にはアメリカから中国に、まあ、派遣力を移すためのですね、まあ、一大イベントみたいな形で、使われる可能性ももしあんでも、もしかしたらなきしまらじゃないかなっていうようなところで一番恐れてるというところですね。今ちょっとおっしゃった、さらに気になるのはアメリカから中国に権力を移すと。はい。これはどういう？やっぱりその、アメリカを、政府はやっぱりずっとその裏で結構影響力を与えてきたっていうのは、もうやっぱりその、間違いなくその、まあ、銀行化といいますか、はい、国際、まあ、いわゆる国際金融資本みたいなところですよね。で、それって、まあ、いわゆるグローバリストと言っても、まあ、同義だと思うんですけども、で、それがやっぱり私自身今の段階で思っているのは、やっぱりアメリカよりも、中国の方がやりやすいというのがあると。で、それはなぜかというと、アメリカはもう憲法もあるし、議会もあるし、個人情報で、なんですか、もうちゃんと公開しなきゃいけないし、個人情報もうるさいですよね。で、下手したら、合衆国国民はその、合衆国憲法修正第2条で銃を持つ権利がありますから、最終的には、歯向かってくるかもしれないってのがありますよね。なので最近、バイデン政権は一生懸命、民主党はずっとそうなんですけど、銃規制ということで、で、もう変な、なんか、民主党政権になると銃乱射事件起きるした派手なやつはですね。で、バイデンもですね、最近になれば、米国退役軍人の自殺率が多いから、その人たちに武器を、銃にアクセスできないように保護してあげましょうみたいな法案を作ろうとしてるわけですよね。で、それは結局やっぱりアメリカ人をが目覚めさせたら怖いってのは分かってると。そしたら逆に、もうそういった多国籍企業とかそのグローバリストって別に国がどこであるか関係ないのでですね、一番ビジネスで儲けられるところにやっぱり行くわけですから、もう人権もほとんどないし、国民は武器持ってないですし、飼いならされてるし、もうすでにその何をやっても議会なんか、もうなんですか、チャイニーズパーラメント、みんなもう全員が同じ赤いので賛成みたいな、ところを後ろから支配してしまえば、やっぱり一番やりやすいですし、あと強大な軍事力を持っているということであれば、やっぱりアメリカより中国の方が全然、やっぱりそのグローバルハッキングやろうとしたら、やりやすいんじゃないかなと、私は思ってるんですね。まあ、よく言われるね、国際金融資本という話がありますが、はいはい、彼らが中国という国を利用しようと。いう感じですか？そうです。そうですね。まあ、中国共産党自体ももともとそういった人たちが作ったってところがありますから、それはどこの、派閥の喧嘩の争い。だから今私思ってるその、習近平とか、江沢民一派の上海派閥の喧嘩とかいろいろありますけども、ああやってやっぱりその、中の派閥の争いであって、大きな目で見ると、やっぱりどちらが中国国内での出先機関の権力を握るかっていうところかなと、そんな喧嘩をしてるのかなと。ですからなんか世界経済フォーラムなんか見ますと、あそこに出てるジョージ・ソロスさんなんて、習近平のことをもう結構ボロカスに言ってましたし、もうみんなその江沢民さんと一派とものすごく仲いいですし、で、ですけど、なんか最近習近平が世界経済フォーラムとちょっと近くなったりとかしてるので、まあ、そういうのを見るとですね、まあ、我々にとって中国って強大なものは変わらないんですけども、その後ろにいる人たちにとっては、まあ誰が権力を取ろうが、つまりその、なんでしょう、昔有名な銀行家が言った通貨の発行権
権さえくれれば誰が支配してるのも構わないみたいなことありましたけど、まあそういうところもあるのかなと。で、それは我々 100% 確認する術はないんですけども、こういったさっきの台湾の、そのバイデン政権の台湾封じ込みの動きとか、骨抜きの法案ばっかり投げてみるとですね、なんかその、どっかでその我々を煙に巻こうとしている、ような気がしています。はい。なるほど。よく民主党について言えばですね、これやっぱりどっかでチャイナと繋がってるんじゃないかっていうのは、もっと、大統領選挙の時もですね、はい、そういろいろ言われていて、で、結局そこには、まあ、図式化すればですね、はい、国際金融資本ウォール街と、はい、主要メディアと中国共産党がこう組んでるという見方が結構なされてましたね。はいはい、やっぱりそれはある程度。私はそれはもちろんあると思ってまして、なんか民主党、共和党、で、共和党はいいけど、民主党は日本にとってダメとか、で、そういう単純な問題でも私ないと思ってまして、ある有名なその経済人の方が、もう民主党政権の頃ですけども、日本がその、例えば自民党と民主党、二大政党制みたいになりかけた時に、二大政党制っていうのはその成熟した国家があるべき姿なんだみたいなことを言ってて、みんなへへと言ってたんですけども、私は成熟した国家で二択しかないってありえんのかと私は思ってまして、で、それを同じ人たちがお金出してたらどうすんのっていうことなんです。で、結局それってその、なんでしょう、連邦制度理事会ですか、FRB ができた時もそうですけども、タフト大統領がもう必ず勝つと言われたのに、そのセオドア・ルーズベルトがいきなり共和党を離れて、票を割って、そして、民主党の大統領が、実務的に勝利したと。で、それで FRB 法案を取っちゃったっていうのがありましたが、三人の大統領候補をサポートしてたというか、まあ、金を出してたりしてたのは、全員、クーンローブ商会って同じ会社の共同経営者なんですよね。で、全員同じ組織が三つに分けてですね、こう争わせたっていうのが過去にありましたし、じゃあ今本当にないのかって言われると、それは保証できないわけなんです。で、実際そのブッシュ家の息子の何でした、ニール・ブッシュっていう、前のブッシュ大統領の弟ですね。はい、なんて中国軍とつながりのあるですね、まあ、アメリカ政府がまさにブラックリストに載せた企業と一生懸命今、ビジネスやってますし、去年の11月18日に北京で開かれた、宇宙技術の平和的利用に関する国際シンポジウムっていうのが北京で行われたんですね。それをまさに応援してたのがこのニール・ブッシュなんです。で、これ、ここで出てた、他の共産者っていうのは、中国航天鍵集団っていう、はい、もう本当に超音速ミサイルとかなんとか、はい、作ってるような会社の幹部たちなんですよね。で、彼らと一緒になって、宇宙の平和利用の巨大なシンポジウムをやってですね、これオーストラリアの情報機関だってこの会社まずいよと言ってる会社なんです。で、それで一生懸命ビジネスをやってですね。で、しかもその、中国のためのジョージ・ブッシュ財団っていうのが実は中国にあるんですけども、そこもですね、かなりその中国の、まあ、シンクタンクと言われる、プロパガンダ機関からお金をもらったりしてますし、もうアフリカに進出する中国企業を、が加盟する団体もですね、オニール・ブッシュは理事みたいな参加してますし、で、そういうのを見ると、もうバイデンとか民主党とか共和党とか関係ないんですよね、それで見ると。で、それを、そういったものを知った上で、なんでしょう、台湾有事に備えるのか、それを全く知らないで、本当に何かあったら必ず米軍来てくれるぞということで、その国を貸し取りするのかは全く違ってくると思ってるんですね。だからそこら辺をちゃんと見た上で、本当に、じゃあこんな状況で、本当にアメリカ政府がやめろと言って、公的にですね、やめろと言ってるところに元大統領とか、現役の大統領の人の、この親族が全部利権で関わってて、で、っていうのは、果たしてそれ手放して無視できるような状況なのかなっていうふうには思いますね。なるほどね。はい、一説によると、ウォール街と、まあ、最近ですね、ウォール街と中国共産党は、ちょっと今は仲違いしてるっていう話もちらっと聞いたんですけどね。っていうのは中国がこの、投資してもらったり、国がどんどん規制しちゃうんで、はい、投資家儲かんないと、中国が儲かると思ったら儲かんないとか、そんな話も聞いたんです。はい、でもそれって、どうなんでしょう。さっきのバイデンの法案もそうですけども、実際、困ると言われているのは、困らせられたのは、トランプ政権の時に困らせられていたのはあったかもしれません。はいはい、でも、バイデン政権はそれに上乗せしてさらに困らせてるかというと、今のところ私そうは見えないと、あたかも新しく減ってきましたよっていうふうに言うんですけども、さっき言った56社の会社だって、親会社をトランプがノーって言ってる、その子会社をノーって言っただけの話とかですね。だそういったからくりも結構あるので、で、そんなに投資家をすぐ困らせるようなことをしたらですね、それはなかなか、
表にも引っかかりますし、そんな、まあ、確かに一面そういうところあるかもしれません。それ議会の推しであったり、国民の声であったり、当然あると思いますけども、そんなに体制は変わらないと思いますし、もし変わってたらこんなブッシュのこととか、ハンター・バイデンのこととかってもっと言われるべきことだと思うんですよね。そうですね。本当になんか、バイデンだったら中国ズブズブザーってなんかね、言われてて、で、そういうのがどんどん出てくるのかなと思ったら、あんまりこう、そうなんですよ。ね、で結構そういうのって出てこないところの方が怖くて、例えばブッシュ大統領のおじいちゃんですね。プレスコット・ブッシュっていうのは、はい、IBM とか、フォードと一緒になってですね、はい、ヒトラーはずっと支援してましたし、はい、IBM って何ですか、パンチ式のカードマシン作って、あれでユダヤ人とかなんとか全部管理してたので、コンピューターの、要は、先駆けですよね。で、戦争中もずっとニューヨークからこれ指示出して、その IBM の子会社ものすごいビジネスしてたんですよね。で、フォードなんかヒトラーの大ファンでしたし、まあ、ブッシュもそうなんです。で、そういったウォール街の超大物バンカーみたいな人たちが、片やヒトラーを応援して、で、片やそのレーニンとか、トロツキーにも巨額の金を出してですね、そのいとこがとかですね、で、そういうことをやってているので、で、そういうのってちゃんと自分で一種類読んでいかないと見えないんですよね、それって。で、そういうのを見ると、メディアが我々になんでその状況を例えば米中本当に対立してんだぜって言ってくれてるのかと。で、そのメディアの株主見たら結構同じようなところありますよねっていうところがあるんですよね。すると、なんかそこを私は全部が全部疑うわけじゃないんです。ないんですけども、額面通り疑ってると、後で裏切られたと。気がついたら、日本が、ね、もう、主権から何からかなり領土的なものも含めて失っちゃってたみたいな話にならなきゃいいなと。ね、20年前に私の教官が言ったような、ことになっていかなきゃいいなって本当に思ってるんですけども、それにはですね、まあ、なんでしょう。友達って言ってくるやつが一番危ないっていうのがあるのでですね。そういう見方も私は、まあ、疑いすぎかもしれないですけども、誰かがしておかないと、ダメかなというふうに思ってますね。そうですね。私もね、ちょっと心配してるのはですね、今、デカップリングだと言ってですね、まあ、政府もね、経済安全保障と言って、では、まあ、このチャンネルでもですね、この経済的利益よりもですね、今は、国益だとか、安全保障重要だと、経済界も早く目覚めろとこう言ってるんですが、しかし中国から、まあ、経済的にはなかなか撤退できない現実があって、で、撤退したとしたら、その分アメリカ取っちゃうんじゃないかとかですね、はい、外されるんじゃないかっていう、はい、で、欧米人って結構ね、計算高いですからね。そうですね。みんなそうなんです。みんなチャイナとビジネスやってるんですね。やってるんですね。やってるんです。だから、私はそういった意味で何でしょう。日本も、彼らほど、ずがしこいって言ったらおかしいですけど、したたかになって、取るもんは取ってですね。で、しかも政治的に負けないっていうような、立ち回り方で、それはやっぱり政治家がやらなきゃいけないし、財界人も、そこのところ理解した上で、ちゃんとリスク管理をした上で、いざって時にパンと引けるけども、ギリギリまでは、で、引くタイミングをちゃんと決めてみたいな、そういうことをうまくやってればいいなと思うんですけど、それは私からは見えないので、あれですが、しかし、一方的に大手メディアの言うことを信じて言ってしまうよりは、そういったものをちゃんと見据えた方がいいなと思ってますね。そこですね。はい。ですから、中国と切れない、っていうんであればですね、ちょっと B プランみたいなの持ってて。はい。で、いざとなったらそっちにシフトできるような体制とかですね。そうですね。なんか一時期インドがみたいなね、ことがありましたけど、インドと一緒にみたいな。で、インドもとてもそういった意味では市場も大きいですし、あれなんですけど、しかし、インドはやっぱり一応民主主義の国なので、はい、決まるのが遅いんですね。やっぱり中国共産党みたいな一党独裁だと決めるのが早いので、ビジネスのスピードに考えたらむちゃくちゃ早いわけですよね。するともう盗むのは早いし、それを運用するのも早いしとなると、やっぱりそこについていかないと、負けてしまうというところは当然まあ、ビジネス上はやっぱり出てきてしまうと、でそこのバランスなのかなっていうふうに思いますよね。いや、難しいですね。そうやって考えていくと、まあ、この流れでいくとですね、30年前に先生が予測された、まあ、中国の傘下に日本がどんどん入っていって、まあ、それだけじゃなくて、アメリカ、米中対立と言われて、2049年にアメリカに並ぶ国になるんだという、もっと前にですね、はい、中国、アメリカを抜いてしまうといろんな面ですね。はい、この恐れが非常に感じるんですか、はい、そうですね。
やっぱりその、これから、私キーになるのは技術力と、それから資金力と、それから人口だと思うんですね。はい、で、技術力はまあ中国かなりアメリカから盗んでますし、日本から盗みましたから、言ってるんですけども、しかし彼らの問題点って、基礎研究がないというところがあると。だそこが将来どっかの点で、まあ、あんまり上積みばっかり盗んでますから、その基礎研究がないところはどっかで弱点になるのか、なるかもしれないなって思っているのと、あと、まあ資金はですね、人民元なんていくらでもすれてしまうので、そこは無尽蔵なのかもしれません。ただ、もう一つ中国の私弱点というのはやっぱり人口だと思ってまして、急速にこれから高齢化が進むというのと、あと2050年までの間、30年の間に、人によってはなんか半減ぐらい人口するんじゃないかという話も言う人もいますよね。で、私半減は行き過ぎだと思うんですけども、しかし、高齢化をすることによって、その国の体力とか何とかが、ものすごく弱ってくるって日本見てれば当然わかる話ですから、はいはい、そこを捉えたときに、どうなんだろうなっていうふうには思いますね。なるほどね。はい。まあ、ある人はね、中国がいくら大きくなっていると言っても、はい、アメリカはスーパーパワーであり続けると言ってる人も、中にはいますから、はい。はい。で、プロレスという話がありましたが、プロレスといえば、もう、まあ、シナリオは出来上がっていてっていう。はい。まあ、ほとんどね、多くの、まあ、こう、まあ、そうじゃないのもあると思いますけど。ありますけどね。はい。真剣なのもありますけど。はい。で、そのシナリオを書いてるのが、やっぱりグローバリストと言われる、金融資本とか、そういう。そうですね。私は、なんかそういったそのグローバリスト、本当に最近その、まあ、コロナもそうですし、そのワクチンもそうですけど、なんか、だんだん我々の、私のような仮想でも見えてきたなというのが、そうですね。ね、だいぶ見えてきた、なんかだいぶ急いでるな、みたいなところがあって、なんかね、この、まあね、相手言えば、こうね、チャンネルバンしてるのもね、はい、なんかこれ不自然だなって。そうですね。かえってこう、ね、そういうことはバレちゃってるって感じ。そうなんですよね。で、多分、そこら辺のところで、まあ、私はその、じゃあ、なんか、よく巷で言われてる、世界の裏支配者がたった一つグループだけあってみたいな、そんなことは全く思わない、はいはい。結局、あそこもやっぱりいろんなビジネスとか意見で分かれてると思いますし、はいはいはい、アフリカでその超大国同士が喧嘩したりしてるのも、はい、一面ではそういったところの利権争いですし、はいはい、一面でもプロレスの道具もあると思います。うんうん、で、ただ現場でやってる人間たちは全くそれ知らずに真剣にやってるだけの話であって、うんうん、で、ただその、そういった意味では、そういったグローバリストで言われる、特に私はその、まあ、世界なんとかフォーラムみたいなところっていうのが、まあ、非常にちょっとあそこに集まっている人たち、まあ、その、サミュエル・ハンチントンが、ああいう人たちをダボスマンと言って、ダボスに集まるような人たちっていう言い方をしまして、で、彼らが、まあ、そのダボス会議の人たちが自分たちのことを、そのマスターオブユニバースかな、なんか言ってるんですね。なんか、いや、すべての自分たちがマスターなんだみたいなことを言ってて、でそういう人たちって多分我々とは全く違う感性で生きていると思いますし、考え方もですね。で、やっぱりそこってその根底にやっぱり優生学思想とか当然あるわけですから、それがその今回のコロナとかワクチンとかいう形で出てきているんでしょうし、で、そこはですね、そういった人たちのが何を考えているのかっていうこともやっぱり理解しておかないとですね、目先のその、まあ、目先言ったらもう本当大変語弊があるんですが、台湾有事とか、それものすごく日本にとっては大切なんですけども、これから30年、50年経った時のことを考えると、やっぱりその、そういった人たちがこれから何を仕掛けてこようとするんだろうとか、どういうことを考えて、次の一手を打ってくるんだろうみたいなところをですね、しっかりと認識した上で、私は時々言うのが、いいダンサーになるべきだなと。そういった人たちとダンスをしながら、やばいなと思ったら、ダンスを踊る相手を変えてですね。で、特にやばいなと思ったらトイレに行っちゃうみたいなですね。お化粧直ししちゃうみたいな。まあ、そういうこともできる政治家とか、ね、指導者っていうのはやっぱり日本人が育てていくべきで、で、さっきのバイデンさんの話とか、なんと共和党の話とか戻りますと、そのバイデンさん私もとんでもないと思ってるんですけども、しかしだからといって、じゃあトランプさんがいいのかというと、アメリカ人だとはいいかもしれませんけど、やっぱりアメリカ人なんですよ、それって。日本人ではないんですね。だから、その日本人が日本のリーダーに期待してないこと自体が私は異常だと思っているので、そういったその日本人のリーダーをしっかり作っていくっていうことが、大切で、そのためにもこういったその一枚ペン、もう新聞には出てこない、一枚二枚裏のものを、もっと見ていくべきなんじゃないかな、なんて思ってますね。で、日本の中にはですね、まあ、今日のような議論をしてると、こう、陰謀論だという人が非常に多いんですね。はい、で、私、実は大蔵省にいた時に、アジア通貨危機とか状況を見てたら、いや、陰謀ってあるんだなと。これね、
あの、実感としてはわかるんですね。はいはいはい、だから、あの、陰謀論、全部が陰謀じゃないにしても、はい、陰謀は実際あると。はい。そうですね。はい、そうですね。あの、多分彼らからしたら、計画なんですよね。単なるプランなんですよね。プラン。で、あの、我々から見ると、あの、やっぱり驚くものですから陰謀だと思う。やられてる側からすると陰謀なんですね。で、それを、やられてる側が陰謀だっていう人たちをやっつける心理戦の用語が陰謀論っていうことなので、あれも心理戦のタームですから、つまり相手を、その何でしょう、確率的な一つのグループにして、こいつはダメだみたいなことをやってしまうと。そして今回のそのテニスのそのジョコビッチ選手ですか、がオーストラリア入れなかったみたいな話ありましたけども、あれも確かに本人いろいろあれあったかもしれないですけども、しかし、それも私はスケープゴートにされてるなと打たないってことによってですね。で、それでわざとその、ビクトリア州政府なんか大丈夫だよって言ったわけですし、あの、テニス協会だって大丈夫だって言ったわけですから、ところが来たら、オーストラリア政府がノーって言って、ああいうふうなことをしたわけですよね。で、大ニュースにして、書類の不備見つけて、ほらほらって、ビアにバンバン流すじゃないですか。で、ああいうのって本当にそういった意味では、その、彼らそういったスケープゴートを見つけたりとか、その、情報戦進戦で追い込むのは得意なので、だからそういった意味で、その、まあ、そこら辺も、あの、な多くの人なんかコメント聞いてると、ルールを破ったんだからダメだとか、それはそうなんです。普通はそうなんです。普通はそうなんですけども、今はこれ人類に対する、その戦争みたいなのが起きているという、私は思っているのでですね、そんな時にですね、あの、どんな悪法でも法だというのか、それとも、やっぱりバランス感覚って必要なのかってことを考えた時に、それはその陰謀論に対するコメントもそうなんですけど、確かに陰謀論なんてものは当然あると思いますし、しかし、おっしゃる通り、おっしゃる通り、陰謀もありますし、で、そこをですね、あの、一方的に決めつけて、ただジョコビッチは全部ルール違反でダメなんだとか、陰謀論じゃ陰謀論じゃなんだっていう、両方私バランス変えてると思いますので、そこをバランスもっともっと取れるように、あの、みんななんか国民自体が成熟する、今いいチャンスなんじゃないかなと思って。確かにそうですね。はい、あの、とにかくなんか陰謀論的なことを言う人、みんな QAnonにしちゃうとかですね。あ、そうですね。そうですね。くくられますね。で、くくろうとするのが向こうの戦術なんですよね。うん、で、くくられたくないから、ね、私は嫌だ、いや、そうじゃない、そうじゃないって、みんな言いたがると。で、完全にまんまと向こうの、あの、あれに乗った戦略に乗ってるということですよね。うん、そうですね。ですから、ある意味で、複眼的にものを見なきゃいけないっていうことだと思うんですね。それで今おっしゃったように、彼らはプロパガンダ上手いですしね、宣伝上手いわけですから、その手口というのもあるんだと世の中にですね、はいはい。それは十分知った上で、はい、まあ、なんて言うんでしょうね。我々自身がこうね、世の中をこう見る目を養わなきゃいけない。そうですね。なので、あの、私は本当にさっきの米中の話も戻しますと、米中対立が全てプロレスだと言わないです。いわゆる八百長プロレスだと思わないです。はいはい、ただ、米中対立が本気で、うん、もう、米中がガチンコで衝突するような、ことでもないと思って、うん、さっき言いましたようにメリットも何もないですし、うん、そんなことして戦争したら、まあ、武器商には儲かるもんかもしれませんけども、うん、あんまりそんなメリットがないと、うん、いうことを考えると、本当の答えってのは、その間のどこかにあるんだろうなと思ってますね。うん、はい。だからあんまりその米中対立になると、まあ、確かに本は売れるんです。うん、本売れますし、あのメディアもみんな見るんですけども、実際そんなに簡単ではないかなというふうに思いますね。うん、その最後にですね、あの、日本が、その、いわゆる米中対立が、まあ、プロレスの面があるとした場合に、アメリカにとって中国の影響力が日本に対して大きくなっていくと。これはアメリカから見たらどうなんでしょうか？いや、もう本当にあの、多分、あの、アメリカ政府というよりは、そのキッシンジャーの話を思い出すと、やっぱりその、日本を抑え込んでればいいってところが、私はあると思うんです。それが米国であろうが、中国であろうが、構わないと。例えばその、天安門事件の時にアメリカ、中国アメリカ大使やってた、ジェームズ・リリーって人がいます。で、あの人は、もともと CIA の人で、パパ・ブッシュと、イェール大学で同窓だったんですね。で、同じくその、スカル&ボーンズっていう秘密結社のメンバーだったと言われてるんですけども、彼が、あるジャーナリストにポロッと漏らしたのがですね、あの、もし冷戦が終わった時に北朝鮮という国が存在していなかったら、我々はもう一つの北朝鮮を作っただろうって言ったんです。なぜかというと、これは日本に第7艦隊を置いとくためにって言ったんですね。で、それ普通に調べたら出てくるステートメントなんですけども、で、そういうふうに見ると、やはりその、
あの、対立とか、例えば、株価もそうですけど、あの、何か株が上がったり下がったりする、この動くときに儲けが出ますよね。で、対立もそうで、ガチンコにぶつかるとか、ぶつかる直前とか、そこら辺が一番儲かってて、その武器商人も何にしてもですね、あの、株もそれ影響を受けますから、そういったものを作ることによって儲けてる人たちってかなりやっぱりいますし、現実にいるわけですね。はい。そういうのを見た上でですね、やっぱりそこら辺、もっとシニカルに、シニカルに見ていかないと、日本人どうしてもその信じちゃいますから。はい。で、さっき言いましたように、もう1944年の段階で、あの、アメリカのですね、軍とか、ルーズベルトとかはもう、毛沢東、周恩来は手を組んで、非常にやってましたし、その井の坂三蔵なんかも手を貸してましたし、で、もう、あの、OSS が86号にかなり武器援助やりましたしと、で、そういう過去もあって、周恩来とキッシンジャーの会談内容も出ているし、80年代にアメリカのレーガンがかなり中国の人民解放軍に兵器を提供して訓練もしたし、で、もう大丈夫かというぐらい技術流出を助けましたし、で、過去を見るとですね、そんなに、単純じゃないと、アメリカにとってそれは、っていうか、つまりアメリカ人にとっては困るんですけども、アメリカとか政府とかなんとかの裏にいて、もし影響力を与えている人たちがいたとすれば、あの、日本を抑え込むっていう共通の利益があればいいんじゃないかと。結局そのキッシンジャーが周恩来に対して何を言ったかというと、中国人は国際的な視野を持ってるけども、日本人ってのは部族的な視野しか持ってないって言ったんですよね。で、そんな部族的な視野の奴らが、何を、しかも結構勤勉でいいもの作るし、戦ったら強いしみたいな奴らがですね、その、いわゆる彼らの言うワールドオーダーじゃないですけど、そういったものに従わずにですね、また、あの、秩序を乱されたら困るっていうのは、もしかしたらあるのかも。そんだけまあ、日本の兵士たちが戦ったってことですし、まあですね、はい。それは私なんか非常に誇りに思ってるところですけども、そういったものがやっぱり共通の利益の一つとしてあるんじゃないかなと、いうふうに思いますね。なるほど。今おっしゃってた話聞いてると、ちょっとね、私がやってる参政党がね、やっぱり頑張らなきゃいけないなと。はい。っていうのは、一応ですね、我々は、グローバル全体主義に対抗して、はい、自由社会を守る国民国家っていう旗を立てなきゃいけないところ、言ってましてね。はい。はい、で、やっぱり、そういう自覚をね、もっと日本持たないと、もう、どんどん取られるも取られちゃうなっていう。はい。そういう恐れを感じたんですね。そうですね。そうおっしゃる通りで、その、グローバリズムでも何でもそうなんですけど、グローバリズムって言ってますけども、あれって一部の 0.01% のですね、はい、超富裕層のためのルールなんですよね。うんうんうん、で、しかもその、世界なんとかフォーラムもそうですけども、はい、いろんな、ね、シンクタンクありますけども、はい、彼らいろいろ決めてくれてますよね。はい、日本のことをいろいろやってます。はい、言ってくれてます、はい。でも我々彼らのこと選挙で選んでないんですよ、ね。そうですね。なんで彼らが決めたことに我々は従わなきゃいけないのかと。で、それが正しいとされてるのかと。で、それはメディアがそう言ってるだけであって、で、メディアの株主にね、出資してるの、あなたたち同じ人たちでしょっていうことなんですよ。で、私ちょっとこの前先日アメリカの民兵のことを調べてまして、現在いるんですね、はい。で、テキサス民兵団っていう人のところのホームページを調べたら、はい、そうこう書いてあったんです。はい、要は、合衆国憲法が、アメリカ人にとって一番重要なんであって、はい、それを超えるような国際条約とかなんとか関係ないんだみたいなことが書いてあったんですね。で、そのぐらいの息をですね、心の中でですよ、持って、で、必要、ね、それで、うまくやると、いう、ことがやっぱり大切だなと思いますね。うん、そういった政党がやっぱり本当にできれば、うん、それはそれで日本は変わっていくんだろうと思います。そうですね。どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。